そう。そう。はい、ちょっと待って。押す。裏剣痛いだろ。押す。裏剣のどこで叩いてる？今当たった部分はこうです。狙ってるのはどこで狙ってるの？狙った部分はこっちでしょ。裏剣の場合はこれ、まあ、鍛えてない手だから痛いだろ。押す。ね、これは一朝一夕に鍛えられるわけじゃないんだけど、押す。この人差し指の線と、押す。で、中指の線。押す。それからこの裏剣の部分。押す。で、今当たったこの部分。押す。それ手を開いて全部を鍛えなくちゃいけない。押す。これ鍛えないと、正拳やった時に正拳にも応えるし、あれ、強いては手刀にもね、押す。手刀向きやった時に全部、この指も行くし、押す。こちらまで中まで来ちゃうからね。押す。だから裏剣っていうのは拳全体を鍛えるためには絶対これ必要なことなんだよ。押す。そして大事なことはどこを見て言ってるんだ。今痛さにね、痛さに耐えるのがもう精一杯で。押す。おそらく的を見てないだろ。押す。ね。押す。的でもこれがだん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 鍛えられて余裕が出てきたらその次の段階に進まなくちゃいけない。押す。その次の段階というのはここを見て自分の拳が向こうに貫くというこのイメージだよ。押す。わかるか。押す。ここで止めない。押す。ここで手は止まっても押す心はスワッと中に入っていくというこのイメージが一番大事なの。押す。それからもう一つどう言ってみな、体がね、体がこう押すでしょ、こう流れない。押す。この間にね、この間にチューブを置いてチューブをグーってこうお互いに引っ張る、こうこう、うん、これは必要なの。こう流れないで押す。このチューブでもバネでもグーってこう引っ張る、うん。V 鍛錬はさらに膝から下を鍛えることに続く。野山ちゃん、下段回し蹴りっていうのはすねを鍛えるんじゃないんですか？いや、すねではありません。もちろんすねも鍛える必要があるんですよ。すねでもですね、基本的には膝から下を全部鍛えるということです。これ相手がどういう角度で当たるか知りませんから、例えばすねも膝から下はこう真正面、あるいはこの側面ですか、こういった部分を鍛える必要があります。しかしこれは攻撃のために鍛えるということではなく、むしろ不良のですね、出会いっていう中で、まあ、自分の体を怪我させないという意味ではいろんな角度で鍛えなくちゃいけない。しかし攻撃としての下段回し蹴りはですね、すねではなくこれ足首なんです。足首もですね、私はこう例えばこうまっすぐ横に入る蹴り方、それと側面からですね、側面からこの、このか足首から親指までにかけてのこの線、これこういったものを全部鍛える必要があるんですね。例えばローキックはですね、相手の足のどの部分を当ててもいいということではなく、一番効果的な、攻撃の箇所はですね、この膝の後ろのこの筋が、両サイドの筋があるんですけど、この筋を狙ってですね、蹴るということが一番効果があるんです。でこれを蹴るためにはですね、最終的には親指のですね、この部分がちょうどここに入りやすいんです。ですからここを狙ってですね、蹴るためには何といっても、足首だけではなく、この親指の付け根の部分まで鍛える必要が出てくるわけなんです。ですから世間で、まあ、ローキック下段回し蹴りと言いますとですね、まあ、大抵はすね、で蹴るという、まあ、そういった認識してる人が多いんですけれども、実際すねで相手を攻撃するということではなく足首で蹴るんです。ですから足首で蹴るためには何としても先ほどの話じゃないんですけれども、まあ、自分が鍛えなければその相手にダメージを与える前に自分が怪我をするわけなんですね。ですから私たちは少なくても昔は片足だけはですね1500本から2000本ぐらい蹴ったものなんです。これからは手数足数と、もちろんそういったの数の攻撃も必要ですけれども、私は声を 大にして言いたいことはですね、的を絞って攻撃しろという、この的をですねはっきりさせる必要あるんじゃないかなと思います。なんか手をこう上に上げておられたからこう蹴っておられましたね。あれはなんか意味があるんですか？ね、まず相手の攻撃を受けるっていう一つの意味があります。でもう一つは相手の気をですね、相手の気をこう上に上げる、気を上に上げて気になった部分を蹴るという、こういうのがあるんですよ。つまり人間が例えばこの箇所でもですね、行くぞ行くぞ行くぞと相手がその攻撃を、その待ってるような状態でですねついてもあんまり効果は発揮できないんです。しかし相手の気をシュッと瞬間的に反らしてですねこの部分を叩くと、これは
10倍20倍の効果が出てくるということなんですね。牢山は現役時代前蹴りの名手とも言われた。この相手と間合いを離すような押すような前蹴りではなく、一撃必殺的なこういう前蹴りがあればですね、回し蹴りの威力ももっともっと効果的に回し蹴りを、決めることができるんじゃないかなと思います。私はですから前蹴りは難しい、怪我もしやすい、だからといってやらなくていいってもんではなく、これもやっぱりね、長いスタンスをかけて、1年でも2年でも3年でもですね、身につければ必ずこれはですね、大きな武器に、威力になる内容になるんじゃないかなと思います。第5回全日本大会の日は刻一刻と迫っている。牢山はその直前まで山にこもり、1日6時間以上の猛稽古をこなしていた。昭和48年11月4日、牢山にとって忘れることのできない運命の日がやってきた。3人の死を目指し、生涯かけて武の道の極意を極めんとする牢山の飽くなき修行はこれからも続くのである。